この黒ずくめの美人は一体誰でしょう。浜宮さんですね、うん、私の大好きな浜宮さんです。あ、そう、はい、これは奥さん似てるね。どういう感じでどこの取材で行ったんですか。あの007の撮影なんかですか。いやいや違うと思う。007を全部向こうで撮影してるから。いや、で飲んでもらったでしょ。007でにあの行く時に羽田で撮ったのかもしれない。そうですか、うん、あそうですか、うん、結局あれがあの映画67年、007は二度死ぬショーン・コネリーとのね、うん、共演でしたね、うん、だから今からもう50年前だけど007は二度死ぬだね。あれも大ヒットしたしね、うんうんうん、僕はねあのもっと前だけども八頭身とか、うん、女性の八頭身とかね、うん、例えばさっきの司さんとはまた別に八頭身の美しさとか、うん、ファニーフェイスのにセクシーなものを感じるとかね、いろんな価値観の美女の像が変わった時代だと思うんですよね。あ、そうね、ちょっと変わったね、この人 でその中で、うん、そうだね、この007っていう外国人の、うん、特にイギリス人の目を通して美女っていうのは、うん、あ、こういうことかっていうのが彼女だったと思うね。今でもそういうハリウッドを通したあれってのは違うじゃん、日本人の美女像と、うんうんうん、でそれの第一号だったんじゃないかなと。ファニーフェイスってやから、うん、鼻はそんな高くないし、アニフェイスでもないさ、まあ、しかし本当にだからすごい庶民的な顔でもあるし、うん、そうそう、かといって八頭身でもあるしっていう、ね、だからいつもズボンがすごく似合って、うんうん、足の長さがねすごくね、うん、強調されてるっていう意味では、うん、違う意味の足の長さっていう意味では石原裕次郎の足の長さをすごく売りにしてたわけじゃん、うんうん、そういう意味では彼女っていうのを出てきた時っていうのはそういうのがあったんだけど、確かにそういう面ではね、うん、やはり一世を風靡したし、ね、うん、我々もね、今まだテレビ CM 出てるもんね、今でも出てるよ、CM、うん、あ、そうですか。でもそういう一回外国の目を通してくるっていう形で、うんうん、彼女はすごいグローバルなところに目覚めた人だと思う、うん、環境問題とかね、そうだね、環境問題だとね、いろんなところに目覚めて、うん、だからそれを体現した人だと思うんですよね、うんうん、面白い、だから敬意を感じますね、そういう意味ではね。だから戦後の、まあ、初めての国際派女優とは増えないにしてもね、やっぱり世界から選ばれたね、まあ、やっぱりすごくあれなんだけども彼女の場合はそうかもしれませんね、うんうん、この目原たちのピシッとはっきりしたね、うん、バタ臭い感じがね、泥臭いね、うん、だからもう007になる前からもう、うん、結構有名だったから、有名な、それはそうだね、そう、うん、ただとそのこの後も東宝映画なんかすごい出てるんだけど、うん、社長シリーズから、うんうん、もう一つ落ち着く場所がね、そうだね、うん、だからその悩みもあったんじゃないかなと、いい監督に恵まれなかったとね、うん、いやというかそういう時代が、うん、時代がそうか、うん、そうだよね、だからまあアクション女優でもないけども、しかしね、非常に行動的なね、活発な美人スターであったということは言われてますね。1960年代を代表する美人スターです。